翡翠ゾロア、ゾロワークをおしゃぼに入れる方法をね、ラブボ入りの翡翠ゾロア完成ですね。はい、どうも皆さんこんにちは、キャです。今回もね、ポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。はい、というわけでね、つい最近追加ダウンロードコンテンツの早期購入特典で追加された翡翠ゾロワークですね。まあ皆さん持ってる方もいると思いますけども、今回の動画はですね、タイトルにもあります通り、その翡翠ゾロア、ゾロワークをおしゃぼに入れる方法をね、皆さんに今回は紹介していきたいというふうに思います。で、これおしゃぼに限らず、自分の好きなボールにね、入れることができるという裏技なので、皆さん知っておいて絶対に損はないと思います。なのでぜひ動画を最後まで見ていただけると嬉しいです。というわけで早速ちょっと見ていただきたいものがあります。こちら、はい、翡翠ゾロアのレベボ入りですね。ちょっと見ていきましょうか。はい、こんな感じでレベルボールに入っています。まあ、このレベボーというものね、おしゃぼの一つなんですけども、こんな感じで作ることができます。普通はですね、翡翠ゾロワークとか翡翠ゾロワーはですね、プレシャスボール入りかモンスターボール入りしかね、作れないんですけども、それをね、ある方法を使うとこのようにおしゃぼ入りにすることができると。で、もう一つ、このニャイキングとかもそうですね、ガラルニアスとかニャイキングも普通はモンスターボール入りしかないんですけども、こういった感じでね、フレンドボールのようなおしゃぼ入りにすることができるということですね。一応見てみましょうか。こんな感じで、はい、こういった形で作ることができますと。で、もちろんね、これチートとかじゃなくて普通に正攻法でできる裏技なので、今回皆さんにそちらのね、やり方を紹介していきたいと思います。はい、というわけでね、早速やり方の方を説明していきたいと思います。というわけで、先ほどですね、翡翠ゾロアとニャイキング、それぞれ違うおしゃぼにね、入れた状態でお見せしたと思うんですけども、あれね、両方ともやり方全く同じなので、今回はね、翡翠ゾロアを例にとってやり方説明していきたいと思います。はい、というわけで、翡翠ゾロアのおしゃぼ入りを作るために絶対に必要なのが、こちらどっちかになるんですけども、皆さんにはどっちかを絶対に準備してもらいたいと思います。で、まず1つ目はこちらですね、翡翠ゾロワークのプレシャスボール入り。これはですね、追加コンテンツを早期購入した人にしか手に入らないので、これはまあお金を出して買わないといけないというふうになります。はい、こちらね、カリスマの証で、これを持ってない人はこの翡翠ゾロワークから生まれる、これですね、モンスターボール入りの翡翠ゾロア、これはですね、別に誰でも手に入れることができます。っていうのも、まあ、マジカル交換からね、全然知らない人からたまに運が良ければもらうことができたりとか、あとはね、知り合いとか友達で持ってる人がいたら、ここからね、孵化させてもらって、このモンスターボール入りの翡翠ゾロアを、もらうといった感じでゲットできます。なので、こちらの2体のうちどちらかを持っておいてくださいということですね。はい、じゃあね、こちらどっちか準備できましたら、そのね、親ポケモンになってもらうので、まあ、今回どうしようかな、両方持ってる人もいると思うんですけども、今回はモンスターボール入りのゾロアに親になってもらいたいと思います。こちらね、普通の翡翠ゾロアのモンスターボール入りの方に親になってもらいます。まあ、プレシャスボール入りのゾロワークの方でもね、やり方は変わらないので安心してください。で、この時に何が重要かと言いますと、この性別ですね、これが重要です。例えば今僕が持っているこの翡翠ゾロワーの方はメスですね。これだけ、絶対に覚えておいてくださいということです。はい、そしたらですね、お次は普通の野生のゾロワの生息地に行きたいと思います。まあ、どこでもいいんですけども、おすすめはこのチャンプルタウンのこれですね、西のポケモンセンターに飛びますと。はい、そしたらこちら着いたら、次はすぐね、外に出まして、こちらピクニックを開いていきます。で、ここでね、サンドイッチ作りましょう。はい、じゃあこれ料理をするを選びまして、で、まあ、今回作っていくのは遭遇パワーの悪タイプのやつが欲しいので、まあ僕はですね、こちらハイパーアボカドサンドを作っていきたいと思います。はい、まあ材料はね、こんな感じになってるので、ぜひ揃えてみてください。というわけで、こちら作るとレベル2のね、遭遇パワー悪タイプがつきます。で、これちょっとね、やり方というか作り方が、まあ、面倒というかやりにくいんで、ちょっと説明しておきますと、まずスモーク切り身の方を、まあ、乗せて、ちょっと間開けるように乗せて、で、その間が空いたところにアボカドをね、こう
入れますと。でこれアボカド1個でも落ちちゃうと遭遇パワーつかないようになるんで、これ注意してください。でその上からトマトスライスをですね、こんな感じで全体的に乗せると、よいしょ。でその上に最後にレタスを乗せて完成。これはもう楽勝ですね、よいしょ。はい、で一番上のパンは絶対にもう掘るといった形で、これでできます、安全にね。はい、というわけでこれで、遭遇パワー悪タイプレベル2がつくはずなので、これでピクニックをやめますと。でこっからですね、あとはもうここら辺をですねぐるぐる回っていきますと。でその道中にですね、もうポケモンに出会ったらですね、こんな感じでロックオンして、はい、もういましたね、ゾロア、ゾロアがいましたけども、ここでね、性別を先ほど言ったんですけども、こちらね今持ってるのがメスのゾロアなので、オスの野生のゾロアを捕まえていきます。はい、でないと卵が生まれませんので、オスのね野生のゾロアを捕まえていきたいと思います。まあ、皆さんが今持ってる、性別の逆の野生を捕まえておくということですね。はい、そしたらねこんな感じで実際にエンカウントしてみると、このね敵のゾロアがオスであることが分かりましたので、ラッキーなことにね。なので早速捕まえていきたいと思います。でこのね、捕まえる時に自分の好きなおしゃぼとかね、ボールを選んでいきます。じゃあ今回何でもいいんですけども、ラブラブボールにしましょうかね。じゃあラブラブボールで捕まえます。はい、ということでクリティカルで捕まえれましたね。はい、というわけでこちら先ほどですね、野生のゾロアをラブラブボール入りで捕まえることができました。これね、分かりやすく名前変えてるのでかなり見やすいと思います。こんな感じでラブボ入りの野生ゾロアと、片やこちら、先ほどから準備してる翡翠ゾロア、これはね相変わらずモンスターボール入りなんですけども、このね2体を使って卵をね孵化させていきたいと思います。でそのために準備しないといけないものがありまして、こちらねテーブルシティのデリバードポーチに行ってください。でここの雑貨売り場に売ってる下の方の変わらずの石を買います。で買ったばっかりのこの変わらずの石を翡翠ゾロアの方に持たせます。翡翠の方ですね、これは注意してください。そしたらこんな感じで翡翠ゾロアに変わらずの石を持たせて、ラブボ入りのね野生のゾロアも揃えたので、あとは卵を作るだけになります。なのでまあおすすめとしてはこちらですね、名前何やったっけ、これベイクタウンや、そうベイクタウンのレストラン、こちらにあるちょっと高級そうなレストランに行ってフィスのコンポートを食べます。これじゃない、これですね、1個下のフィスのコンポートを食べて、卵パワーがねレベル2になるので、こちら食べるとすぐに卵パワーがつくようになってます。はい、こんな感じで卵パワーレベル2をつけることができました。というわけで早速ですねこちら、2体をですね、ピクニックを開いて卵を産ませます。はい、こんな感じで2人きりにさせてるので、この状態でピクニックを開いて、あとは卵がねバスケットに入るまで待ちます。はい、時間が経ってバスケットをチェックしたら、こんな感じで卵が入っております。まあ、こんなたくさんはいらないんですけど もう結構入ったな。はい、というわけでこのね、卵を今から孵化していきます。でまあボックスの中にねこんな感じで卵が入ってるので、まあ、手持ちに入れてあと孵化するだけなんですけども、これねちょっと見てみると、まあ、モンスターボールのね入りの卵もちらほらあります。まあ、むしろそっちの方が今回多いんですけども、その中でもはいこんな感じでちゃんとねラブボ入りの卵もあります。なのでもうねこのラブボ入りの以外の卵から生まれたものはもう逃がしていいと思います。はい、なのでまあ自分の欲しいボール入りのやつだけ、まあ、孵化させるといった形でいいんじゃないかなと思います。はい、ようやくですね、こんな感じでラブラブボール入りの翡翠ゾロアの卵が孵化しましたということで、一応ね見ておきましょうか。はい、こちらラブボール入りの翡翠ゾロア完成ですね。こんな感じでこっからさらに卵をね産ませて孵化させていきたい場合は、このラブボール入りの翡翠ゾロアに変わらずの石を持たせて、あともう片方の親はメタモンにしていくと、永遠にねラブボ入りの翡翠ゾロアが生まれ続けるといった形になります。
で今回孵化させていくときに使ったのはこのファイアローですね。これの特性、炎の体ですね、これがあるとすぐに生まれますのでおすすめですと。あとメラルバもですね、いいと思います。はい。で、まあ、冒頭にねニャイキングおシャーボ入りで、ね、あれも紹介しましたけども、あれも全くやり方は同じで、あれはね普通に、野生のニャースか、ペルシアンを捕まえて、その捕まえるときにですねおシャーボ入りにして、でそこからですねニャイキングガラルニャースの方に変わらずの意思を持たせると、あとは孵化させた卵がちゃんとね、おシャボ入りのガラルニャースになっていると思いますので、もうやり方は同じなのでね、ぜひ同じように真似してみてくださいといった感じですね。ほい。はい、こんな感じでねラブボ入りの翡翠ゾロは完成しましたということで、皆さんもね、かなり簡単に誰でもできますので、ぜひ真似してみてください。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりたいと思います。もしね動画が良ければぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまたね次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。はい、ということでちょっとおまけなんですけども、今回は数少ないメンバーの方に向けて今回ちょっと言いたいんですけども、まあ今回こうやってで、まあ、ラブボ入りのね翡翠ゾロアを動画で作ったんですけど、動画のために作ったんですけど、こういったね動画で使ってる僕のポケモンをですね皆さんに、まあ、提供したいと思います。メンバーになっていただいてるんで、こういう感じのあれですね、動画で使った僕が親のポケモン、まあ親の名前もねちゃんとハッキーになってます。こんな感じでね、はい、まあ、せっかくメンバーになっていただいているので、その方たちまだメンバーの人数も少ないので全員にねあげたいと思います。同じこの例えば今回の翡翠ゾロアのあれですね、ラブボ入りの翡翠ゾロアを全員にあげます、メンバーのね。というわけで、またね、メンバー限定の投稿っていうのをしてるので、ぜひねメンバー限定の投稿に返信ください。欲しい方もう全員にあげますので、ぜひね、そちら、この動画終わった後ぐらいにすぐにメンバー限定で投稿します。なのでぜひそちら返信お願いします。でさらにですね、ハッキーのサポート、特別サポートのコースに入っていただいている方いると思うんですけども、その方ですね、余った色違いの、ものをちょっと提供したいなと思いまして、これちょっとね動画化しなかったんですけど、ケロマツですね、こちら孵化厳選でしっかりとね色違いゲットしました。で2体ゲットしたので、この、まあ、1体余ったのでこちらね、差し上げたいと思います。特別サポートの方にね。はい、まあ今のところ人数が少ないのでこういった形でできるんですけども、まあ多くなってくるとねこういうのもまた限られてくるので、数が、なのでちょっとシステムもねまた変えないといけないんですけども、今のところね少ないのでこちらこういった形の色違い厳選で余った色違いとかですねを提供したいと思いますので、そちらもね限定の投稿でね、ぜひ返信してもらいたいと思います。はい、というわけで、返信お待ちしておりますというわけで、ぜひねこれからも応援よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.